はい、どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんガジェット紹介動画へようこそ。今日ご紹介するガジェットはこちらです。 Amazon から荷物届きました。オープン。今日届いた荷物はこちらです。 XTU-S6 4K30fps アクションカメラ。また中華アクションカメラ買っちゃいました。私アクションカメラ2個持ってたんですけど、もう1つ買い足す形になりました。よいしょ。まずは本体、防水ケースが付属しています。で、取扱説明書、完全に日本語ですね。で、この中にはバンド類、結束バンドやらホルダーやら、これありがたいことにタイプ C になりました。長かった。ブレイブ 7LE、XTU Max Pro、どっちとも USB マイクロ、方向もどっちなんかわからんかったり、マイクロのケーブルこれ用でね、別に用意しないといけないし、すげえめんどくさかったんですけど、この度、めでたく、ようやくタイプ C になってくれました。これはめちゃくちゃ嬉しいポイントです。で、まあ、あとは、まあ、リモコン。で、ホルダー、下にかます滑り止め、ヘルメットとかにつけるようなやつね。ああ、まあ GoPro のホルダーにつけるようなやつね。まあこんな感じでアクションカメラによくあるセットですね。これ3台分あるんで、はっきり言っていらないです。じゃあ本体ね、見ていきましょう。とりあえず防水ケース外してみましょうか。はい、こんな感じ。大きさは、XTU Max Pro より若干大きい。若干ですけどね。ボディの材質が、Max Pro は横っ面はこれゴムで覆われてる、耐衝撃性能高そうなんですけど、S6 は全部プラスチック。明らかに S6 の方が軽い。Max Pro と同じで三脚穴がついてる。で、底面に当然バッテリーですね。バッテリーは、こんな感じなんですけど、 XTU Max Pro の付属のバッテリー、そしてこちらが XTU S6 のバッテリー、同じ仕様のものだと思います。容量が 1350mAh で 3.7V なので、全く同じ規格ですね。 Max のロゴが入ってないだけ、同じもんです。うん、重さも一緒。これどっちでも使えます。ちなみに Brave 7LE、 これメーカーが違うんですけど、アカソなんですけど、このバッテリーも同じ規格です。だからこの3台全部同じ規格のバッテリーで使えます。はい、見ていきましょうか。あ、これちょっと違う仕様。 XTU Max Pro なんですけど、まあこのバッテリーカバー開けてもこんな感じで勝手に閉まるんですけど、 S6 はバネがついてて、開けた状態をホールドしてくれる。ここのね、私もう剥がしちゃってるんですけど、 Max Pro の場合はスポンジみたいなのがついてて、閉めた時の気密性を高めてるんですけど、まあ私これ切っちゃってます。なんでかっていうと、水中で全く使う用途がないんで、これついてるとカバーにね負担かかって、たまに割れるんですよ。それを危惧してもう先に切っちゃってます。気密性能は下がりますけど、その方がカバーの持ちはいい。ゴムみたいなのがもともと張ってないんで、これ S6 は後で見ますけど、おそらく防水性能ほぼないと思います。ここに何の気密性もないんで、このまんま水にドボンすると一発で壊れますね。まあでもね、そこがいいんですよ。私これはっきり言ってアクションカメラを水の中で使ったことは一回もないし、これからも使う予定も特にないので、そんな時はこれ使えばいいんで、そのあるかないかわからないような用途ですから。防水性能っていうのが正直邪魔だったんですよ。防水性能って、まあ、ボディは当然重くなるし、まあ、こうやって蓋にスポンジつけて、でスポンジのために蓋が壊れるっていう本末転倒なこともあるし、あと何よりマイク、これ防水によってね、めちゃくちゃマイク犠牲になるんですよ。マイクって水に濡らすと使い物にならないんで、マイクも防水しないといけない。でも防水するっていうのは、要するにこう膜を張るみたいなもんなんで、つまり防水のシートをかぶせてる状態で録音されるんですよ。でどうなるかっていうと、当然音が遮られるんですね。で遮られた音を録音してるんで、要するにモコモコの音になるんですよ。どうしてもいい音で録音しようと思ったら、外部マイクをつけたりしないと、何をどうやっても、まあ、モコモコの音になる。まあ、それが防水性能の弊害だったんですけど、この S6 っていうのはもうその防水性能を取っ払うことによって、おそらくですけど、まだ使ってないから分かんないけど、マイク性能結構上がってるんじゃないかと期待しています。単純に膜がなくなっただけでも相当いい音になると思うんで、横っ面の分厚さはほとんど一緒ですね、レンズも含めて。でここに HDMI 端子と USB Type-C、
ありますね。でここがマイク、で電源ボタン、まあ、メニューボタン、ここに上下のスイッチがある。これ謎のスイッチなんですけど、これねブレイブ 7LE にも MAX PRO にもなかったんですよ。まあ多分メニュー画面で使える、まあ、撮影中にもひょっとしたら操作割り振ることができるのかもしれませんけど、だからちょいちょい結構変わってるんですよね。全面ディスプレイついてたりして、ほとんどまあ一緒ですね。まあ、値段が MAX PRO の方が多分倍近くするんで、まあ、どこまで MAX PRO の性能に迫れるかっていうところですね。早速動かしてみましょうか。付属のバッテリーを入れて、スロットにマイクロ SD カードを入れます。この仕様も一緒ですね。電源ボタンここですね。起動しましょう。はい、スイッチオン。こんな感じで初期画面ですね。日本語、あ、当然ですがタッチパッドに対応してます。最初チュートリアルが始まりますね。このペリペリ剥がしましょうか。カメラも剥がしちゃおう。とりあえず 4K30 が標準なんですね。私もう 4K 使わないです。 4K が綺麗なのは分かってるんですけど、データ容量でかすぎて後で扱いづらいんですよ。最終的に書き出すの1080なんで、まあ、1080ぐらいで十分。この画面は自体は XTU MAX PRO とほとんど同じですね。普通とスーパー補正でジャイロデータ記録するタイプもあると。まあジャイロデータ記録したら専用ソフトを使って後でじっくりと補正ができるっていうものなんですけど、私は使ったことありません。まあ大体、あ、この辺一緒かな。あ、ちょっとこの辺違う。そのなんか色合いとか関わるところだと思うんですけど、コントラスト、明るさ、サイド、あー、これないので、これ MAX PRO よりも S6 の方がなんか自分で細かく設定ができそうですね。他は、あ、この辺は一緒か。何も考えずにポンって使いたい人からすれば、こういうのってどうすればいいのかわからないんで、まあ何でもかんでもマニュアルで設定できればいいというもんでもないんですけど、とりあえず細かい設定ができるということです。まあ当然 Wi-Fi 接続があったり、マイク音量っていうのも非常に気になりますね。XTU MAX PRO、まあ、しゃべり声とかいいんですけど、ちょっと大きめの音が鳴ってる部屋とかに入ったりすると音めちゃくちゃ割れるんですよ。バイクとかで使ったりする人とかは多分エンジン音でバキバキに音が割れちゃったと思います。まあ後にファームウェアを入れ替えることによってある程度軽減はできたんですが、ちょっとそこは XTU MAX PRO の残念ポイントでした。そのあたりがどのように改善されてるかも気になりますね。スタンプこれいらないね。操作音もいらない。あ、操作音は入れとくか。シャッター音いらない。起動音もいらない。あとはこの辺の画面も一緒だ。で録画モード、タイムラプスがあって、スローモーション、水中モード、ドラレコ、まあ、写真もなんじゃかんじゃあると。まあほとんど一緒ですね。結構私の使い方だと電源の入り切り結構するんですよ。バッテリーがやっぱ消耗しちゃうんで、使ってない時は切りたい、撮りたいって思った時に電源オンしてからのレスポンスですね。これ非常に気になるんで、ちょっと XTU MAX PRO と対決させてみましょうか。 MAX PRO こっちがスイッチなんで、両方とも同時に押してどちらの方が早く起動できるか。じゃあ行きます。はい、スイッチオン。若干ですが MAX PRO の方が早かった。本当にコンマ 0.1 秒、 0.2 秒ぐらいの差だったと思うんですけど、ちなみに赤楚 LE、 こいつと比べてみよう。みんなバッテリーが同じなんですごく便利。赤楚ブレイブ 7LE と S6 の起動スピード対決いきます。スイッチオン。あ、これは圧倒的にブレイブ 7LE が早いですね。スイッチの入り切りのことだけを優先するんであれば、もうブレイブ 7LE 一択じゃないかなという圧倒的な速さでした。 MAX PRO よりも絶対に速いですね。これは外部マイクは付属はしていません。私の手持ちの外部マイクはマイクロ USB なので物理的に刺さらないですね。どうやら XTU MAX PRO 2に対応しているタイプ C 型の外部マイク、そちらはこの S6 でも使えるようなので外部マイクには対応しているようです。まあ、ちょっと私手元にないんで試せないですけど、まあそういう使い方もできますね。あ、この上下ボタン、これ何？あー、なんかこうやって何もしてない状況で上下ボタンを押すと設定画面に入れます。録画中は効かないですね。ズーム機能あるんだから、ズーム機能とかに割り当てたりしたらよかったのに、残念ながら録画中はこの上下ボタン何の役にも立ちません。このメニュー画面長押しすることによって全面ディスプレイに切り替えることができますね。
はい、そしたらですね、アカソのウェーブ 7LE、 そして XTU-S6、 XTU-MAX Pro、 この状態でいろんなところを撮影してきます。カメラの設定は3台とも 1080p の 30fps で、画質設定はもう基本的に全てデフォルトにしてます。で、音声に関してもデフォルト普通ですね。その状態で比較してみたいと思います。そしたら明るいところと暗いところでの撮影、あと走ってみたりだとか、手ブレ補正しっかりかけとかないとブレブレになってしまうと思うので、一応全て手ブレ補正はマックスです。じゃあこの状態で撮影していきます。今午後2時、天気は快晴です。かなり明るい場所での撮影になります。風はそよ風が吹いているぐらいです。風切り音いかがでしょうか。ちょっと風が出てきました。2メートルか3メートルぐらい。太陽は今ほぼ真上にあります。真夜中に撮影してます。街灯の明かりしかありません。音声いかがでしょうか。マイク設定は風切り音低減などのエフェクトは全部オフにして、音量設定は標準にしています。3台のカメラの音声いかがでしょうか。ジンバルなどはなく手で持っている状態なので、本来であれば結構手ブレしてると思うんですが、3台とも手ブレ補正はサイマックスでかけています。手ブレ補正の
ここから鬱蒼と茂った竹やぶの中を進みます。かなり街灯はありますが、かなり暗いので夜撮影した動画があまりに暗すぎたので、こちらの S6 ファームウェアを最新のものにして撮影してるんですが、やっぱり暗いんですよ。これ明るさ設定マニュアルでできるんですけど、それを最大の6にしてます。デフォルト0なので、もう相当明るい状態だと思うんですけど、ぶっちゃけ全然飛んでませんよね。むしろ普通。じゃこの状態で外出てみます。はい、もう完全に夜です。街灯の明かりしかない状態ですね。これ全然明るくはないですよね。まあギリギリ一応見えるかなぐらいの、何なのかは分かるぐらいの明るさにはなってるんで、ひょっとしたら明るさはもう6がデフォルトでいいのかな。これ別にね、明るすぎるなんてことは全くないし、で明るいところに出たところで、明るいところに出ても特に白飛びする様子もないですし、ちょっとこの辺謎ですね。はい、というわけで3機種の比較動画いかがだったでしょうか。まあ、予想していた通り XTU S6 は MAX PRO にかなり近いクオリティ でなおかつこのマイク防水性能が低いがゆえに、このマイクが MAX PRO よりもいい感じの音で撮れてた。まあ逆に言うと MAX PRO がやっぱりモコモコしてる音に対して S6 は結構ナチュラルな音になってたかなと思います。ちょっと歪み気味だったんですけど、音量をデフォルトにしてしまったんで、もうちょっと何段階か落として録音すればよりクリアになると思います。比較用に赤さの Brave 7LE 使ったんですけど、 MAX PRO よりもさらに昔のカメラになるんで、改めて比べてみると、この両機種に比べれば手ブレ補正全然甘いし、あと画質自体もこちら側に軍配が上がってましたね。だから私がこの今の時期に、まあ、コスパのいい中華アクションカメラというか、コスパ求めてない人は中華アクションカメラ買わないと思うんですね。そもそもあの GoPro とか Osmo アクションとかいいアクションカメラいっぱいあるんで、ただああいうのはやっぱりそのすごく高くなってしまってて、なんなら中華アクションカメラの中でも結構ね最近高いものが多いんですよ。だから XTU MAX PRO 2が確か出てるんですけど、そういうのってもう2万円超えてたりして、もうあともうちょっと出したらもう Osmo アクション3が買えてしまうぐらいの値段になってしまうんで、それだともう中華アクションカメラを買う理由がなくなってしまうということで、私はこの XTU S6 に注目したんですが、まあ私の本当狙い通り、まあ、コスパもいいし、マイクの性能も悪くないし、私が持ってるバッテリーそのまま使えるんで、そこもすごく便利だし、だから私が欲しい機能だけを残して価格だけを下げてくれたって感じの、私のために作ってくれたかのようなカメラなんですね。あの防水性能とかそういうの欲しい方は MAX PRO ちょっと手に入んないんですけど、 MAX PRO 2とかの方がいいかもしれません。私の使い方は防水全くいらないんで、こっちの方がいいですね。ただこれは本当残念ポイントなんですけど、夜中の撮影は本当に全然ダメでしたね。製品の性能の問題なのか、それともバグ故障なのかちょっとわからないんですけど、今この XTU に問い合わせしてます。まあその回答が来ると思いますんで、まあそれはこの動画のコメント欄、またはもう一つ次の動画で、まあ、XTU からどういう説明があったかっていうのをお伝えできればいいかなと思うんですけど、今のところだとXTU 明るさ設定は少なくとも部屋の中、まあ、暗いところで撮る場合は明るさマックス、それでちょうどになります。まあ、日中であればもうデフォルトでいいんですけど、やっぱりこういうカメラっていろんな設定自分でできるのもいいんですけど、何の設定もせずにデフォルトでポーンと撮ったら綺麗に撮れるって多分これが理想だと思うんですよね。だからちょっと明るさ設定に関してはもうちょっと頑張ってほしいかなと思います。はい、というわけで今回は XTU のコスパ最高激安アクションカメラ S6 のご紹介でした。商品内容、動画の内容気に入っていただければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。